て残りは銀河一のスライサーだね。候補は何人かいる。デッドフォール計画開始。カスケード系の故障だ。そうだな、コンパウンドレギュレーターが欲しいけど骨董品だし。ケイ、何が起こった？何も見えない。僕たちがジェーレンの計画に従わないと攻撃するプログラムなんじゃないか。それだったらダメ、ちゃんと見て。わかった、クローン戦争時代の工場がある。テミンと話そう。急げケイ。よし行くよ ND5。 了解だ。もあったよ、あの賞金稼ぎとの関係は良くなったじゃないかな多分。ケイ、簡単に信じるのは危険だぞ。ところで2人目のスライサーの手がかりを追ってる。頼りになりそうなのを探すからな。スライサーは2人もいらないんじゃない？私1人でできるし。いくらお前でも体は1つしかない。こっちはこっちで何とかするから、お前も自分のことに集中しろ。わかった。そうする。ハイパードライブ起動中。前からの連絡を待っている。
ーク、その工場って近いの？近いって言いたいとこだけど、場所はテミンしか知らないんだ。ヘイ、時間の無駄だ。俺のシステムが使い物にならなくなれば、ジーレンが代わりを送ってくれるだろう。いや、いいから、喋らないで。もしテミンに助けられなかったらどうする？どうしようもないよ。 ND5 は古いドロイドだから、元の BX パワーコアのレギュレーターが必要なんだ。俺に構わず喋り続けてくれ。売りつけられそうになったよ。夢を叶えますとか言ってさ、買ったの？まさか詐欺師は 1% 先から。ここだ。おいガキ、ケイベスの居場所を教えるんだ。ねえ、さっさと失せた方がいいんじゃない？ケイ、おっと、のこのこ出てきたぞ。私のバトルドロイドは知ってる？ゼレクベシュがそんなオンボロ相手に。ちょっと ND、危ないって。 BX コマンドユニットだ、任務を開始。動いてる BX ユニットだ。部品しか見たことなかった。もうじき動かなくなるけどね。パワーコアが壊れてるんだ。あんたが赤いのコアの場所知ってるって。秘密にしとこうと思ってたんだけどな。でもいいよ、案内する。工場には地下墓地から行くんだ。俺が見つけたものの話信じてくれないだろうな。一体誰がお墓の上なんかにミラーを作ろうと思ったんだろう。効率的なデザインではある、今の君はあんまり好きじゃないな。つまりあんたの地下室から工場に行けるってこと？それがここを買った理由さ。もうすぐモンスーンの季節だから、いつもの道は水浸しなんだけど、あんたなら問題ないよな。まあなんとかする。ありがとうテミン。ところでここには何が埋められてると思う？暗闇が怖いなんて言わないでよね。まさか、怖くなんかないよ。ただカントバイトはすごく明るい場所だったから。近くにいれば大丈夫だよ。繋がってるはずだ。分かった、あんたを信じる。どうも。どうやって上がればいいわけ？分離主義者が作ったものだ。工場は遠くないだろう。
ニックス、はしごを落とすよ。うまくいった。やったね。今そっちに行く。行き止まり、うん、大丈夫。いつもフュージョンカッターを持ち歩いてるからね。こっちだよ。開けておいて。いいぞ。このリフトはクローン戦争時代のものだ。直せそうなの？ゲディ君、エレベーターの制御盤は本当にまだ動くの？ほらダメじゃん、ショートしちゃった。だったら別の方法でターボリフトを起動すればいい。下に予備の制御盤があるはずだよ。ゲディ君、予備の制御盤を起動する。よし、すぐに降りる。錆びたコンバーターを直してからだ。できれば急いでくれる？ここにいるのは私だけじゃなさそう。ND、早く行かなきゃ。ああ、分かっていた。僕はゲートの電源を入れてくるね。セキュリティを何だあれ。どうしたの ND。 嘘だ、クローンコマンドを。任せて。はあ、とりあえずしばらくは大丈夫。
でもコントロールパネルが壊れた。ドアを抜ける別の方法を考えないと。はい、フュージョンカッターが役に立ちそうだ。使ったことはある？サウスストレッチで何度も見た。そっか、こっちは ND5 をどうするか考えてみる。再起動させるよ。それで私たちを攻撃してこない保証はあるの？でも僕に彼を運ぶ力はないんだ。わかった、起こして。ケイ、何があった？俺はどれくらい？心配いらない、ゲリークと一緒にいてね。秘密にしてたのも納得だね。俺はこういう場所で作られた。だからここに来たの。ドアを開けるまで待ってて。出られなくなった。手を貸してくれる？今出してあげる。待ってて。よし、行こう。
今私が気になってるドロイドは一体だけ。そうだ、集中しなきゃ。あのモデルはエディーク。ふわ、本当大きいとこだな。ケイ、このターボリフトは動かない。ここに動くものなんかあるの？ケイ、ジェイレンに連絡しよう。ライブシステムが落ちそうだ。ゲディーク、なんとかできない？ ND には安定した電源が必要だ。このリフトを動かすには制御盤を使わないと。わかった、任せて。まずは制御盤を起動させないと。ジェネレーターが一つ動いてるし、組み立て室を通って他の二つを動かせばいけるはず。
が動くよ。ああ、何か聞こえた。尾行されてたみたいだ。俺が戦う。また誤作動で暴れられたら困る。ここは私に任せて、あんたたちは先に進んで。ゼレクベシが私たちをつけてきたんだ。ケイ、避難できる通路を見つけた。よかった。こっちはゼレクベシに追われてる。まずは奴らを片付けて、それからそっちに向かうからね。妙だな、こっちで何か動きが。 ND5? ケイディーク、切れた。冗談はやめてよ。これが秘密基地とはな。邪魔しないでくれる。実は手を借りに来たんだが、忙しそうだな。あんたたちとは関わりたくない。二人を離して。ケイ、ここはアウターリムで最後の工場かも。出ないの侵入を検知。要件は？仲間がハットに捕まった。帝国に売られる。救助に力を貸すんなら協力する。また裏切ったら私があんたを帝国に売るよ。よし。パーツは任せて修理室に行け。できるだけ早く ND を工場の電源につながなきゃ。まだ生きてるといいけど。いいかい、必要なのは BX パワーコアのコンパウンドレギュレーターだ。ほら行くよ。私たちはどうする？仲間がハットの居場所に関する情報を精査中だ。俺たちは物資を持ってるが、備蓄しといた方がいいんじゃないか。あのドロイドに必要なものを確認してみるといい。彼は ND5。 そうだったな。俺たちは古い輸送用ターボリフトを出口として使ってた。準備ができたら使ってくれ。ナーベス、私はお前を誤解していた。最初に仲間を助けたいだけだって言ってくれてたら何か違ってたかもね。もうどうでもいいけど。なかなか面白かった。賞金首はやつらのおかげだからね。ND はどう？工場の電力につないであるけど、いつまで機能を維持できるかはわからないね。できることをやって反乱軍を助けたら急いで戻る。
アサラ、外に出た。そっちは今どこ？ハットの縄張りに向かってる。来てくれ。わかった。ケイ、あんたがドロイドを助けるためにここまでするなんて正直驚いてるよ。そう、あんたがハットに遅れを取ってるのは驚きでも何でもないけど、仲間は鉱物輸送隊と戦う武器を買おうとして捕まったんだ。想像つく。ハットは反乱軍を取引材料にする方が美味しいって気づいたんでしょ。予測するべきだった。カリスならこんなミスはしない。俺の姉さんさ、スカリフの戦いで亡くなった。そっか、知らなかった。帝国にやられた。カリスはヒーローだったよ。でも姉さんが助けを欲した時、俺は何もできなかった。だから今反乱軍にいる。ねえアサラ。なんだ？あんたの仲間に置き去りにされてから引っかかってることがある。 あの時は悪かった。なんでスリロの金庫室にいたわけ？スリロはかなりの資源を溜め込んでるだろう。大義のために少し分配してやろうと思ったんだよ。わかるけど、なんであんたが？そういうの得意じゃないでしょ。かもな。だが得意なやつを知ってる。あんたもその一人だ。それに帝国を倒すにはとにかく人を集めないといけないしな。アサラ、ハットの縄張りに続いてるトンネルに入った。もう近いな。俺は先に現地でターゲットを偵察だ。お疲れさん。いいぞ。時間通りだな。仲間はあっちの檻に向かってる。幸いハットはまだ取引してない。捕まってる連中は帝国にとってかなり価値があるんだね。俺の仲間だぞ。で、ND は私の。動くから隠れてて、あんたのとこの人たちが盾にされたら面倒になる。よくわかった。俺は脱出ルートを探っておく。
Dana Gifin dan Slemo no Lia Makoga. Ah. アサラ、檻が開いた。ギリギリだな。帝国が来た。帝国じゃない。あれはゼレクでした。状況は分からないが、仲間を助けてくれ。帝国じゃなくてゼレクベシュが来たの。俺たちが攻撃して以来、スリロは反乱軍を狙ってる。今日は大勢の命を救ったな。あんたならもっと救える。反乱軍のことちょっと分かったな。何が？こっちは賞金組で、壊れかけのドロイドを抱えた用心棒もいないクルーなの。そんな私に力を貸せたが言ってくるなんて、シンジケートと何も変わらないね。身勝手に人のものを奪おうとしてる。レギュレーターを見つけたが雲行きが怪しい。すぐに行く。 ND5 は無事？急ごう。手先は器用な方。うん、完璧。それだ、連結器につないで。早くね。でも慎重に。ケイ、それでは逆だ。ND、ここまで持ったのが奇跡だよ。Thank you.
リーク。早く。ケイ。ケイ。何か言うことは？カジノの仕事はダメだった。何の話？ゲディークがディーラードロイドをいじった後、取り乱して警報を鳴らしたって聞いたぞ。なんでそれ？CBPD に知り合いがいるんでな。ゲディークのミスでしょ。私がわざと捕まえさせたっていうの？ゲディークを置き去りにしたろう。これであいつは刑務所か帝国送りだ。あのね、ゲディークもリスクは承知の上だよ。やっぱり私は一人が合ってるみたい。まるでリコみたいな口ぶりだ。気づいてるか？もういいでしょ。よかった。俺がやったのか？故障してたんだからでしょ。いや、そうじゃない。ジェイレンの制御ボルトがなければ俺はただのバトルドロイドに過ぎない。戦うだけの。お前が？俺は止めたんだ。それを束ねる役目だ。やあ、ケイ。スライサーが2人いるだろ。彼女以外にない。冗談でしょ。船、クルー、でかい山。お前ならやれると思った。私は仕上げを手伝うだけさ。あのな、ケイ、わかる。だが仕事優先だ。彼女はうまくやれる。賞金首の剣もだ。よく戻ってくれたな。なんでここに？戦力がいろってジェイレンがな。反乱は安くないんだ。